こんにちは、ソチンです。大阪のこちら10円自販機に来ました。一度でいいからここで行きたかったんですよ。動画では見たことあったんですけども、全部売り切れです。全部売り切れ。確かフィッシャーズかの動画でも全部売り切れだったんですよね。こちらの自販機も10円なんですけど全部売り切れです。悲しいですね。どっかないかな。こちら、これだけがまだ生きてました。自販機の宝石箱やジュース、青色、何が出るか分かりません。50円、50円って書いてあるんだけど30円、何が50円なんでしょうね。100円入れますと何も書いてないところは多分50円なのかな。で、これが30円、こちら50円、こういうことですか。青ってこういうこと青ってこういうことですか。あ、そういうことですね。赤いきますよ。赤も買えるんで。でい、こっちが落ちましたよ。やべえっす。何が出たと思いますよ。何ですか、何ですか。お菓子あ、お菓子な自販機ってお菓子。そういうことなんですね。マジか。しかもチョコペンとかトッピングのアーモンドとか50円ですよ。賞味期限チェック10月30日までです。あと2ヶ月ぐらいありますね。ありますね。8月28日今日25日ですよ。25日、あと3日後です。ドトールのコーヒーが出ました。飲みます。飲みます。今からそれを飲む人で言ったらそのサイズ50円はすごいですよね。めちゃくちゃ安いです。でも10円欲しかったですね本当はですね。その30円は気になるじゃないですか。30円、お、ちゃんと70円お釣りが来て、お、いい16茶ね、お茶の中でもベスト3ぐらいに入るぐらい好きなんですよ。来年の3月までいきますいいですね、30円。味はどうですか。ちょっとぬるいはい、まだ諦めきれないです。こちら押していきましょう。同じ色だったら嫌だな。あ、出てきた。同じの上なら違うんじゃないかな。おかしいな自販機。てい、お、色が変わりましたよ。コーヒーキャンディー、こっち。これやって終わりましょう。せっかくここまで来たんですから。ハマちゃんがなんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、何が出るかわからへん。120円ありますよ。わかんないようにするのが売りなんですかね。ここ120円って書いてあるのに50円で買えます何が出る、何が出る、リリリリリリ、いいじゃないですかそれ。ね、飲んだことなかったんですよね。透明のミルクティー話題になりましたよね。なりました。好きな人は好きですよね。サトチンさんはちょっと甘いっすめちゃくちゃ甘いっす。100円入れたらつきましたよ。 あれで、この50円、あ、インチキだ、インチキました。80円でした。いいんすかこれで。マジで面白いこと来ましたが。どうしました。ちょっと近づいてください。ちょっと近づいてください。え、これおかしくないですか。どういうことですかそれ。これダメなやつですよ。ちょっとさっきまでなかったんですよ。なかったですよ。だってこれダメですよ。どうしたらいいですか。今ドバドバドバって言ったんですか。今ドバドバドバ。一回何本あるかやった方がいいじゃないですか。日本、それ全部込み込みの50円ってことですか。これは込み込みで80円。80円ですか。これ多分エニグル出てきちゃいますよ、ほらこれ絶対ミスですって。太っ腹っすね、この自動販売機の会社も。80円で、あ、太っ腹っす。80円でこんないっぱい出してどうするのが正解だと思います。一回全部出すのか、このままにしていくのか、どっちなんですかね。これ1本10
のやつなんですかね。で、これを押すと8本出てくる。80ありえますそんなの。わかんないですよ。もう一回買ってみます。その50 80円ですか。もう8本出てきたらどうするんですか。今全部で9本あるんですね。9本もう8本出てきたらどうするかはもうちゃんと持ち帰ります、はい、持ち帰りますね。じゃあ行きますよ。はい、でい、あら80円からの、ここから、音的には1本ですよね。1本でしたね。おー、しかも変わった。しかも変わった、すごくないですか。当たりってことなんですかね、このクリアのミルクティーは。あー、なるほど。決して壊れてはない。壊れてはないと。ぜひみんなの感想を聞きたいですね。あー、なるほど、サービスだったんですね。で、当たりだったらこれで8本で、はい、8本ですごい機能してますね、この自販機。いい思い出になりました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。10円自販機が売り切れちゃったんですけど、こっちでね、不思議な現象が起きました。で、おかしな自販機も味わえたんで、満足ですね。またいつの日か、ちょっと10円自販機リベンジしたいですね。この三ツ矢エクストラリフレッシュ、美味しそうです。はい、というわけでこの動画楽しんでくれたら、グッドボタン、そして、なんじゃこりゃと思った方も、グッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。うん、うん、オッケーです。どうしよう。